ディアンドルを着た女性、ディアンドルを着た女性たちドイツ語、ダーンドル、DRNDL ディルンドル、英語読みで、ダーンドルとも表記される。は、ドイツ南部バイエルン州から、リヒテンシュタイン公国、オーストリアチロル地方にかけての女性の民族衣装。アルプス山脈の農家の女性が着ていた伝統的な衣装が基礎になっている。ディアンドルは、南ドイツのバイエルンオーストリア語で、娘さんや、 お嬢さんという意味。オーストリアの街中に出稼ぎに来た農村出身の若い小間使いたちに対するお嬢さんという呼びかけがそのまま彼女たちが着ていた服装の名称になった。労働儀としての羊から他の生を及び中央の民族衣装に比べても構成、装飾が非常にシンプルである。八百七十年代になってオーストリアで上流の女性にも着られるようになり、 ベルベットなどの高価な生地で仕立てられ、刺繍などの装飾が施されるようになった。現在は日常着としては着用されていないが、5月祭やオクトーバーフェストなどの伝統的な行事の会場で見ることができる。前開きで襟ぐりの深い短い袖なしのボディス、同じく襟を深くくった、ブラウス、くるぶしまで覆うスカート、エプロンが伝統的な構成要素である。ボディスは、 ボタンやホックなどで留めるほか、装飾的に紐で締め上げるタイプもある。より伝統的なスカートは、無地かチェックなどのシンプルなプリント生地で作る。冬は、ブラウスもハイネックとなり、厚地の木綿やウール仕立てられ、伝統的で重厚な印象を受けるが、夏は薄手の木綿などで仕立てられ非常に軽快である。エプロンは、朝青色が元々の基本の色彩で、 結婚式などで白いものを身につけた。全面左にエプロンの腰紐の結び目があるときは未婚、全面右にある場合は既婚者。後ろ結びは未亡人のものとされているが、現在はあまり区別はされていない。近年ではシルクやベルベットといった高価な素材のものに加え、若い女性向けにコルセットのような胸を強調するボディス、色鮮やかなエプロン、 短いスカートのものも売り出されている。ありがとうございます。